私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の街。64時分だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日、琵琶湖の日を PR する安のおっさん、琵琶湖一周ワンギャ。今年のおっさんは草津市、矢橋紀半島、近江環境プラザからスタートして琵琶湖一周ぐるっと回ってゴールしたよ。テレビではその模様を歩いてきた道のりの順にお届けします。さて、今回の放送はここからだもん。ドロ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 。前回、道の駅湖北水鳥ステーションから出発した安のおっさん、緑の茂る湖岸をテクテク進んで行きます。琵琶湖に流れ込む余呉川、余呉湖にもつながっている川なんだよね。湖北の景色を背に南へ進んでいきます。道の向こうからダッシュでかけてきてくれたご家族。柔らかいよ。もっと硬いんやと思う。そうそう、おっさんになると石頭になるけど。会うのはこの日が初めてだけど、実はずっと安家を見守ってくれていたんだって。ずっとあっちで初めぐらいの時から、車で後ろ姿を通勤の時とかはよく見てたんですけど。なるほど。ようやく会えた。初年越しです。意外と柔らかかったって同僚たちに言うといて。湖岸にはいろいろな鳥の姿が。タックル、はい、水鳥の聖地ステーションさんからこう緑がいっぱい別れ告げにやってきてくれてるわ。あ、緑は別れを。わしも水鳥やからみんな忘れてると思うけど、水鳥光はさ、ちなみに水鳥ってあのこう越境姿だっけ。越冬、何を言ってんの。ラッキョウ食べるよ、カレーライスの時は。あ、そうか。あ、すいません、もう何を言ってんの。いや、渡り水鳥って全部が渡り鳥なんかな。タックル、最近なんかそういう小難しい返ししてくるんだけど、あかんで、キャラやないで。あ、うん、ラッキョウ飛んでますよねーとか。飛んでるぐらいがいいとね。それでいい。大きなカメラを構えた野鳥カメラマンのお二人。やすからはるばるぞー、はい、今年もやってきました。いや、なんかウォッチ体制バッチリやな。バッチリです。双眼鏡とレンズと、はい、すごいな。お茶のカンカン、はい、現役です。昔駄菓子屋でこれ紐引っ張ったら、アメちゃんがどの紐引っ張るんだ。あれ、どうぞ当たりやったー。当たりー、これかと。今の季節水鳥おんの。そうですね、今あの子育てシーズン真ったら。そうなんだ、はい、カイツブリだったり、ね、はい、いろんな鳥が頑張ってます。ほんまに、はい、頑張って、いっぱい取っといて。それで、あの、チンチョウのわしも取っといて。チンチョウもバッチリ取りましたよ。ありがとう、ありがとう。かっこいいね。かっこいい。なんか、あっちから歩いてくるおっさんの顔がすごい凛々しく。よかった、いいこと言うてくれたわ、もう。あれ、
ちょっと雲行きが怪しくなってきたね。ちょっと雲がえらい出てんねんけど、天気は大丈夫なんかいな。一応今日は雨は降らへんはずです。ほんま？でもなんか聞いたで、なんか九州の方、はい、梅雨入りなどの方のあ、もう梅雨入りなんすか？うん、大丈夫？ちょっと心配です。心配なんだけど、まだちょっと行ったとこやのに。まあですね。すごい、会えた。大きく手を振って待っていてくれた自転車ガール。去年もあれやそこな、スポーツのとこで。そうそう。いやー、覚えててくれたで、もう一回行きます。あの、一回しか披露してないけど、あの、ひぎ、白髭神社の鳥居やってやってみて。いきます、せーの、はい、チーズ。やべーやべー、思わず褒められる。やばっ、これ何やっても覚えてもらえる。ありがとうね。ありがとうございます。行ってきます。ありがとうございます。褒められて伸びるおっさんやね。やっぱええよ、おっさん。ありがとう。褒められておっさん何かに目覚めたのかな。たぶん今も路上から可愛いって聞こえてきた、はい、いいじゃないですか。いい、わし諦めてたんやけど、そういう路線あ、狙ってなくてそういう風に言っていただけるの。ビバッチ君とかとはなかなか戦わへんと思ってたんやけど。あ、ビバッチ君可愛いです、ね、ここに来てありな。言ってもらえてるってこと。おっさんブーム到来。うん、かもしれないです。ほんま、世間の声に耳傾けてみよう。ここで突然数学の話題。これで数学得意やった？いや、全然。安田さん得意でした。あの距離の計算とかは好きやって。はいはいはい。A 地点から B 地点に時速30キロで行って。はい。で、B 地点から A 地点に時速10キロで戻ったら、はいはい、どうなるかっていう。なるほど。そういう問題わかる？あ、わかりますわかります。僕すっごい苦手でした。つまり、どこからどこ行くことになった今の。A 地点から B 地点。A 地点から B 地点へって、B 地点から A 地点。A、B、A と行くってこと。はい、戻ってくると。はい。で、ここは？A、B、A です。いうことやがな。わかってくれたかな。はい。これ計算問題何も関係ないですね。うん、時速とかつけた方がそれっぽいだな。あのさ、数学っていうかさ、エビエって言いたかっただけでしょ。安のおっさん、ビアイチヤンギャ。次回もテクテク。ホテルで化石発掘ができる。多賀町立博物館とのコラボ企画、8月4日5日の2日間、180万年前の化石を掘ろう。お問い合わせご予約はこちらまで。障害者雇用応援宣言。雇用主の皆さん、よろしくお願いします。私たちも賛同します。自分らしく働きたい障害者の皆さん、まずは相談やで。JA 滋賀のフレッシュ情報をお届けする JA のおっさんニュース。合言葉は JA。 さて、最初のニュースは JA 草津さん。直売所草津青花館では、季節野菜で作ったこだわりの生ドレッシングアンドレッシングを発売中。味見したいなあ。どれどれ。後にしてください。野菜の旨味を引き出すために非加熱製法と品質管理にこだわり、旬の野菜をベースに作られた無添加ドレッシングです。サラダの他に鍋料理やお肉料理にも合います。ぜひ一度お試しください。次のニュースは JA 栗東市の田舎の元気屋さん。ただいま朝どれ栗東いちじくを好評発売中ですよ。
立冬イチジクは農薬の使用量が少ない安全安心なイチジクです。食物繊維やミネラル分がたっぷりなのに低カロリー。その他高血圧予防、便秘解消の効果も期待される果物です。立冬イチジクをぜひ一度ご賞味ください。台本通りよう言えたで。ありがとうございます。イチジク間違ってなかったで。そのダジャレが言いたかったんですね。次のニュースは AA 高架さんから、フリーズドライの即席味噌汁、高架の味噌汁の新発売のお知らせです。原料に地元産の米味噌と特産の白ネギを使用し、味噌の旨味と白ネギの甘みが楽しんでいただけます。さぞかしお高いんでしょうね。それが1食分120円、4食箱入りセットが500円とリーズナブルなんです。高価なお店なのに買わんと後悔するかも。ダジャレは僕がいただきましたが、お味噌汁は AD 新田くんにいただいてもらいます。それでは、JA 高価さんの高価の味噌汁いただきます。あ、すごい、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い。いただきます。あ、うまっ。あ、めっちゃ、めっちゃ美味しいですこれ。あ、うまっ。あ、ネギがほんと美味しい。お味噌汁とご飯だけでいけます。めっちゃうまい。ごちそうさまでした。高価の味噌汁は華やか市各店やココピアなどで販売中。ぜひ一度ご賞味ください。以上、JA のおっさんニュースでした。合言葉はイエイイ。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。